こんにちは。どうもありがとうございます。郡山から来ました、インスタントデュオ、マック、マックっていうのはね、こっちがマックね、腹が真っ黒いのの真っ黒、真っ黒なんです。まあ、何でもいいでしょう。はい、私は頭が真っ白で白です。はい。はい、マックと白で、はい。はい。最初の曲なんですか。まだちょっとね、星が見えないんですけど、あのスバルを置いてみたいと思います。ではよろしいでしょうか。はい。すべて鮮やか
今日もありがとうございました。ありがとうございます。谷村新さんのねスバルをお届けしました。ちょっと明るいとなんか気分出ないね。やっぱりちょっと暗くなってからスバルを歌いたいですね。今日は満月だそうですね。昨日だったのかな。今日が満月ね。本当の満月、ね、はい、暗い明るいよりやっぱり、はい、あのお酒飲みながらの方が、ね、気分は出るという感じですね。私お酒嫌いなの。酒と女が大嫌いで、ね、それでずっと生きてきました、はい、じゃ あ, あの開けるんで次行きましょう。次はあの、はい、昭和43年というと皆さん生まれてないですね。生まれた方もいらっしゃいますけど、その当時できましたイムジン川という曲ですね、何かと話題のね北朝鮮と、北朝鮮と韓国のね、あの間を流れてる、間じゃないのか、ずっと上から流れてるイムジン川、はい、次はちょっと長渕さんのね曲にちょっと挑戦して幸せになろうよ歌ってみたいと思います。結構長渕さんの歌って多いですよね。拓郎さんが多いんですか、どっちかというと。私は拓郎なんですけどね、今回は2曲やりますね。はい、はい、
出会った頃の二人もう一度戻ってみるよ。そして二人で手を繋ぎ幸せになろうよ。出会った頃の二人もう一度戻ってみよう。そして二人で手を繋ぎ幸せになろうよ。海の広さに負けないよ。眩しい太陽を睨んでみた。ずぶ濡れの僕は魚になり、あの島まで泳いでいった。初めて出会った場所に。皆さん一時だけでもその幸せな気持ちになれていただけましたでしょうかね。まあ無理でしょうけど。次の曲はね、はい、次はですね、はい、炭鉱作さんが作ったサライっていう曲ですね。年に一遍こうやってやりましたね。サライヌソラリ、今日やんなくていいですからね。いやいや、作業は昨日で、これをちょっと皆さんお願いしますね。僕はですね、ここに 4回目か5回目なんですね。去年も違うメンバーで、こちらにいるね、若い女性の方と別グループでしたけど、一緒だったりね。志郎さんは初めてだね。そうですね、はい、でも、ずうずうしい顔してから、ちょっと曲がった顔してませんけどね。いや、来た方はずっと仕事でここ来てたんでね、そこの昭和電工さんとね、本田金属さん、本田ね、工場ありますよね。そういうところに機械を収めてました。今日は声かけたんだけど来てないな、昭和電工さん。やっぱり会社辞めちゃうとダメなんだね。はい、では、さらに行ってみたいと思います。
ありがとうございます。あと1曲です。はい。10分前で、ね、やめろっていう今ね、でも10分って言うと2曲できるんだけど、あと1曲しかありませんから。はい。さっきね、あそこでギタークリニックっていうのがあって、見てもらったんですけど。これ、これビビ
ってなるの。そしたらここに内の骨でこう溝がやってあるんですけど、溝が広くなってちょっと細めで弦をやったから隙間ができて、それでビビるんだよ、弦太いに変えなって言われましたね。布団に帰ると痛いんだよね、手がね。はい、最後の曲です。再び長渕さんでいってみますね。はい、はい、ちょっと待ってください。これも皆さんすみませんが、手拍子、足拍子、拍子。あと10月6日なんか郡山でやるから告知ないんですか。私海星山のね野外音楽堂っていうところで毎月野外コンサートやってるんですが、10月6日、12時から例会ですので、この郡山須賀川の人たちはね必ず来るように。北方川でも大丈夫ですね。はい、はい、いいですか。
ありがとうございました。